はい。小人教室。小人教室で学んでいる間は観察生徒の中で他のことができなくなりますので注意しましょう。では、小人教室1時間目の授業を始めます。というところから、今回また始めていきたいと思います。いやー。小人観察してますね。あら。小人教室なんだろう。え？何か押すのかな。あ、おや、草間だら大小人の元気がないようですね。お腹を押さえる仕草はお腹を空かせているサインのようです。 何をあげますか。え、ゴーヤ、レモン、花の蜜や花粉。じゃあ花の蜜や花粉じゃないですか。タンポポが好きですし、きっと。おー、トーチンで吸い取った。ふぅ、満腹満腹、おめでとう。お、餌は花の蜜や花粉です。頭の頭巾と呼ばれる触手のようなもので舐めるように吸い取ります。黄色の花には特別目がないようですよ。へえ、黄色の花。ふん、それでは続いて第2問です。何でしょう。問題にまで行くのか。映像がのんびりしてますね。ね、心と時間に余裕のある方しか見ることができないって感じですね。小人は特にそうですね。花の蜜が餌だということが分かりましたね。まだお腹が空いているようです。では草間だら大小人が一番好きな花は何でしょう。タンポポ、黄色い花には目がない。タンポポー。うわー、吸ってる。ふぅ、満腹満腹、おめでとう。正解です。さっきのテストで黄色い花が出てきましたね。出ましたね。タンポポは黄色の花ですので、草間だら大小人の大好物です。覚えておきましょう。はい。この調子で次は第3問です。うん。自然の中で花の蜜を餌にして暮らしている草間だら大小人、どんな虫と仲良しでしょう。蝶々。一番最初に蝶々とね、遊んでる映像もありましたし、うん、追いかけっこするんですかね。おめでとう。草間だら大小人は同じく花の蜜を餌にしている蝶と仲良しのようです。蜂は攻撃されるのでびっくりしてしまうようですね。どんどん行きましょう。次は第4問です。小人の中には人間と同じく睡眠をとる者がいるようです。では草間だら大小人はいつ眠るのでしょう。夜でしょう。だって朝にしかいなかったですもんね。うん。そうやって隠れてたの。通りで見つからない。草間だら大小人は夜に眠ります。臆病な性格からあまり長くは眠ることができません。物音がするとすぐに起きてしまうようですね。へえ、そうなんだ。次はいよいよ1時間目の最後の小人テストです。おや、見てください。草間だら大小人の様子がおかしいですね。一体どうしたのでしょう。お腹が空いてる。うん。じっくり観察をしているとたまにお腹を押さえる仕草をしています。これはお腹が空いて餌を欲しがっているサインです。花を補充してあげましょう。おめでとうございます。難しい問題をクリアしましたね。小人教室で小人シールをもらいましたね。シールを集めるといろいろなアイテムと交換することができます。メニューからグッズ交換を開いてシールをアイテムと交換してみましょう。へえ、メニューからグッズ交換。おお。シール3枚でヨモギの葉っぱ。
ここでは外で拾うことができない珍しいアイテムをシールと交換できます。アイテムを選んで交換するをタッチするとアイテムが手に入ります。いい、交換するしかないですね。はい、ヨモギの葉っぱを手に入れました。模様替えで確認できます。おまけでなりきり小人、草間だら大小人が遊べるようになりました。おお、お花を補充しなきゃなんですね。小人教室、お、セーブしました。このまま小人テストを続けますか。はい、小人テスト、うん、お腹が鳴ってしまった。私がね、お腹すいたっていう。小人教室の2時間目の授業を始めます。2時間目もしっかり小人テストを受けて勉強していきましょう。早速2時間目の第1問を始めます。お腹すいた。観察セットの中で草間だら大小人を観察するときは地面に何を敷くかがとても大切になります。草間だら大小人には、に合った環境はどれでしょう。草むら、座ってる、おめでとう、うん、草むらに生息する草間だら大小人は緑の多い草むらが落ち着くようです。ほう。それでは続いて第2問です。小人は苦手な気温の中で生活するとすぐに弱ってしまいます。草間だら大小人は暖かいところと涼しいところ、暖かいところかな、どっちも苦手かな。普通でしたね。残念。そうなの？残念でしたね。もう一度じっくり考えて挑戦しましょう。普通じゃなかったでしたっけ？暖かいかな。あ、もう一度すぐにチャレンジできるんですね、問題に。この座る感じ。おめでとう。へえ。暖かい場所が住みやすいようです。暑すぎたり寒すぎたりすると弱ってしまいます。へえ。この調子で次は第3問です。草むだら大小人には苦手なものがあります。それは一体何でしょう。蜂じゃないですか。あ、違った。匂いのきついもの、お湯、動くもの。匂いのきついもの、なんだろう。え、残念、違った。今置いてたのはなんだろうね。ドリアンかな。じゃあお湯。あ、動くものかな、敏感だから。違うかな。お湯、温まりそう。違うって。残念。というわけで動くものでしたね。うん、動くもの、そっか、敏感なんでしたね。うん、うわー、食虫植物食べられちゃう。うわ。臆病な小人です。あまり驚かしすぎると弱ってしまいますので注意しましょう。へえ。うん、どんどん行きましょう。次は第4問です。草むらで緑に囲まれて暮らしている草まだら大小人、どんな草が好きなんでしょう。雑草、サボテン、ひっつき虫。雑草。
チラ見え。おめでとう。草むだら狼人はトゲトゲした草にはびっくりしてしまいます。草むだら狼人は犬ビエのように隠れやすい草が好きみたいですね。ほう、ってことは草むだら狼人は犬ビエのそばに来る可能性があるってことですね。次はいよいよ2時間目の最後の狼人テストです。寒い寒い。おや見てください、またまた草むだら狼人の様子がおかしいですね。どうしたのでしょう。寒い。草むだら狼人の動きをよく観察してみると少し震えているようですね。気温が低いと寒さで弱ってしまいます。正解のご褒美にレモンを手に入れました。へえ。はい、2時間目のテストが終わりました。というわけで今回はちょっと早いですがここでおしまい。